初めて買った CD って何すか？初めて買った CD はね、何やったかな、TOKIO のシングル CD やね。うん。それが小5のさ、林間学校ってあるやん。うんうん。その時のレクでやった時の BGM がその曲やったんや。うん。でそれがなんかすげえクラスの中でハマって、うん、で帰ってきた次の日ぐらいに買った気がする。何やったかな。割と衝動的。すげえ気に入ったんよそれが。うん。アルバムでちゃんと買ったのはスカパラやわ。おー、そうなんだ。結構、それが いくつの時ですか？中1。中1でちゃんと買った初めてのアルバムがスカパラって、なんかなんていうか、いいっすね、いい話っすねそれは。基本インストしか聴かなかったのね。へえ。映画音楽がとにかく好きだったんよ。ほう。でまあレンタルするやん。うん。で小4とかぐらいの時からずっとレンタルはしとったのよ。うんうんうん。うちあんまり CD 買う家じゃなかったから。うんうん。ひたすら CD 借りて、で、うん、親と一緒についてた時に俺も1枚だけ借りれたのよ。はいはい。その時はもう絶対映画のサントラをずっと書いてたね。はあ。見たこともない映画でも。いやー、これなんか好きなサントラの話とかも してたら一本取れるぐらいね。取れるやろな。うん。もう、まあ、あるよ。めっちゃ食べれるのはあれ。ずっとその映画のサントラをずっと聞いてたから。その流れで、うん、その流れでジャズとか聴くようになったのよ。はいはいはい。マイルスが何か、ルイ・アームストロングになりとか、はいはい、いろんな時代を行ったり来たりしながら、うん、でそんな中でじゃあ日本人でなんかかっこいいのないんかなってなった時に、うん、なんかね、その時に家に、うん、スカパラの CD が1枚あったんよ。はあ。でそれを聞いて、あ、めっちゃかっこいいやんってなって、うんうん、でそれとスカパラの新しいアルバムの発売日が結構重なってたから、はあ、時期、はいはい、で買おうって書いてたかな。うん、いいっすね。なんか恵まれてますね、その環境が。タイミングよね、うん、全部の。うん。バリバリ音楽やってるから、うんうん、でスカパラのそのアルバムの、その時ってスカパラのアルバム出したら、うん、スコア出してたんよ。はい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 、出してましたね。でスコア買ってそれを学校持って行って、うん、はいはい、基礎練とかの時間に俺一人でスカパラずっと見とってナオゴのソロとかをひたすらカバーしてたのよ。あで俺が一番うまいから、はい、その部活の中で、はい、年数が長いからね、うんうん、俺がだから先生も怒らへんのよ、うんうん、俺はなんか好きにさせてもらっとったから、うん、そういうなんかどん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 天狗になる中学校時代でしたよ。その頃はなんだろう、めくれたオレンジとかその辺ですかね。銀河と迷路とかね、あの辺の時やな。うん、どんどん天狗になってったね。僕の手元にもスカパラのスコアは2冊ありますね。あ、そう。うん。スカパラなんかやりますか？あ、なんかやりますか？リモプリ的なやつで全然できますよ。うん、リモプリじゃなくてもいいかも。リモプリじゃなくてもいいかも、はい。スカパラはいけるよ、うん、手が覚えてるよ、うん、だって僕なんなら一回社会人になってからの自分で企画したイベントでスカパラのコピー版やって、うん、銀河と迷路とか叩きながら歌いましたもん。あ、そう、うん、ちょっと歌は下手すぎて全然ダメですけど。ドラム叩きながら歌うの至難の技よね。いやね、やっぱそれがでもちゃんと考えて作ってあるんですよね、あれ。まあそうよな、うん、だからハマればできるんですよ、口とこの手の動きが。いやでもモテギさんすごいよね。いや、まあ金ちゃんはマジで超やばいです。金ちゃんはまあいずれにせよ金ちゃんはやばい。そうよね、うん、にしてもよね。そういや、金ちゃん別に歌わなかったとしても、なんかそのフレーズのなんかメロディーとの絡み方とかすげえっすもん。ああ、確かにそうだね。うん、なんか一曲の中でも本当に多彩、フレーズが多彩だから、なんか覚えられない、完コピするのがすごい難しいドラム。そうやな、うん、覚えきれない。あ、歌もん特になんかいろいろ使ってるよね。うん、使ってますね。スカパラとかペズとかやっとったな。ペズも確かになんかちょっと世代があれですね、なんか流行ってた世代じゃないですか、なんか。そうやな、うん。いや、なんか今喋っててめちゃめちゃなんかちょっと音楽へのモチベが上がってきましたね。あ、まあ、あれよ、やっぱこうなんていうのかな、音楽やってる人同士で喋ってるとモチベーション上がるね。上がる。そう。なんかやりたいこととか出てくるし、なんかそう、うん、なんか試したい技とかもね、なんかあの技ちょっと試してみ、そろそろ試すかみたいな。それこそな、ドラマーの話とかしとったら余計そうやんな。そう、あの人のあのプレーとか。そう、まさにそう。俺ドラム好きだからな、うん、いや、ドラマーじゃないのにそんだけドラマーなんかのこと語れるってなかなかなんかいない気がする。いや、ドラム好きなんよ普通に、うんうん、俺前も多分言ったと思うけど、シンバル叩く手が好きなんよ。ああ、手というか腕というか、はいはいはい、もうそこがすげえかっこええなって思うのが多くてさ、うん、でやっぱこうバンドのさ、方向性決めるのって結局ドラムやん、うん、それはめっちゃ僕もそう思ってます。まあベースやっていう人もおるけど、うん、やっぱドラムやんか、リズム取ってんのドラムやから、うんうん、そう考えるとさ、やっぱ聴いちゃうのはギターとドラムなんよ、うん、やっぱり、うんうんうん、で自分が演奏してる時も一番聴いてるのはドラムなんよ、うんうんうん、だからどうしたって好きになるよね。自分やらんのに。まあ上手い人世の中いっぱいいますからね。いっぱいいますね。まあ、てかなんならなんかそのインプリのドラマーはなんかイサナみたいな風潮ありますけど、実際上手いのはナーナですからね。いや、そう、確かにな。いや、それはそうかもしらんけど、やっぱね、育ちなのよ。うん、育ちっすか。育ちなのよ。うん、やっぱ、メルヘンは正統派じゃない？まあ。こう、正しく吹奏楽の世界を歩んできた子じゃない、うんうん、あの子は、うん。だから、どこまで行っても吹奏楽なのよ。うん、こう、ドラマーにはなれないのよ。パーカッションでドラムを担当してる子なんだよ、はいはい、あの子は、はいはい、でもなんかそれが鍵盤を叩くとそうじゃなくなるから変なんやけど。いや本当にね、何なんだろうね、あのクオリティというか、なんか鍵盤叩くとね、その楽器の奏者になるんだけど、うん、あの子それがすげえなって思うんやけど、打楽器をこうどんなパートであれ叩くと打楽器パートの人になるんだよね、うんうん、だけどイサナはドラマーやんか、うんうんうん、どっちかっていうとそうですね。だから逆にその他の楽器触ってる時、ちょっとなんかドラマーの人がなんか他のことやってるみたいな、なんかそういう感じにはなりますね。そうね。だからやっぱね、全然違うんよ。だから俺がこうイサナにやってほしいなって思ってる曲はもう完全にドラマーを求めてるだけやからな、はいはい。期待に応えられるようにね、まあちょっと頑張りたいです。